の印象操作について考える。来年6月、安倍政権の今後の財政政策の基本方針となります、財政健全化計画の改定、これを控える中、先週、藤井さん、あと水曜日コメンテーターの三橋さん、あと安倍総理に近い西田参議院議員とともに、安倍総理と会食をしましたよね。で、この模様を伝えた日経新聞にはこう出てるんですね。今のうちにもっと吹かさないといけない。総理、安倍晋三は力説した。吹かすと言っているのは、自身の経済政策であるアベノミクスのエンジン、とりわけ財政支出、そしてその後にですね、だが安倍総理が支持した党の意見は違った。自民議員の多くは10月の衆議院選で業界団体の支援を受け、予算が少額にとどまれば業界団体へ顔向けできない。こうした声を感じ取った二階幹事長は福田財務次官に電話で、今皆さんが言っているような数字では納得を得られない、自民党として困ると増額を要求、1兆円の大台に乗せる方針が固まったと、まあ、こういうふうに出てるということなんですが、ちょっとこのあたりお願いできますか。まずですね、はい、今回のマスコミの印象操作だなと私はこの記事を読んで非常に感じたんですけれども、はい、まず多分総理だとか二階先生とかの、はい、セリフが書かれているんですけど、はい、このセリフをどんだけ裏を取れているのかというところはまずちょっとわからないところはあるんですが、はい、まあ、それは一点あります。それはさておくとしてもですね、はい、先ほど二階先生が、はい、おっしゃってる話についての報道はですね、業界団体へ顔向けできないから増額しろというふうに、はいはい、二階幹事長は、財務省に電話をしたというふうに書かれてるんですけども、僕はね、これが正しいかどうか、ちょっと僕は、本当にどうおっしゃったのかとか、どうお考えなのか、僕はちょっと分かる術はないですけれども、はい、少なくとも自民党の中で増額を要求する声があった、はい、という話を伺ってますし、その人たちが何を考えてたか、というとですね、はい、業界団体のために言ってるのではなくてですね、はいはい、それこそ、防災のためにはこれでは足らないだろうとか、はい、成長戦略のためにはこれでは足らないだろう、はい、地方創生のためにはこれでは足らないだろうというお気持ち、があって、あるいは少なくとも控えめに言ってもそういうそういうお気持ちもあっておっしゃっているのは、これもう僕はもう事実として知っていますから、はい、にもかかわらずですね、防災成長戦略、地方創生とか全部関係なく業界団体のためだけに増額を要求しているかのような記事を言うというのは、これは悪質な印象操作だなとそもそも考えますよね。そもそも公共事業関係費は民主党に3割も削られて、かつて進めていた国民のための事業というのが停滞している状況が今ずっとこの5年間続いているわけですから、はい、その中で増額していくのがですね、ただ単に業界団体のためにやってるなんて、これもう著しく不当な印象操作だと非常に憤りを感じますね、こういう伝え方に関しては。はい、まあ、ただ、まあ、私で、うん、まあ、ラジオもマスコミですけども、はいはいはい、例えば紙面ですね、新聞の紙面、はいはい、これは読者の方が読む、はい、あ、うん、そうなのかって思いますよね。うん、そうですよね、しかもこれは物語的にこういうふうなストーリーだったとこう論ずることを通してですね、ある種こう小説っぽく書かれてるわけですよね。はい、だからこれはまあ、事実なのかって仮に例えば訴えたとしてもですね、いやいや、これはそういう趣旨の話をしたんだと、書いてるだけなんだよと、まあ言うんだろうと思うんですけれども、しかしながらこれを読んだ時にそういう印象が明確に形成されるわけですよね。これはもう定義上奇弁そのものですよね。印象操作、奇弁というふうに僕はもう非常にそうとしか思えないんですよね。はい。またその他にも農業に関してはこういうのがありますね。農業対策では森山国会対策委員長が今月上旬、アメリカの TPP 環太平洋経済連携協定の離脱を受けて減額を求めた財務省におかしな理屈だと一括、 TPP 対策を持った15年度補正をおよそ50億円上回る3170億円で決着したと、まあ、こういうふうに出ていると。これは先ほどの記事、はい、記述よりは少々微妙ではありますけど、これ普通読むとですね、そもそも予算というものは TPPO に積み上げてたけども、はい、TPP やらないんだから減るのが当たり前じゃないかというふうに思うところですね、はい、この森山国対委員長が、そういう論理はおかしいと言ってる
と言ってる話ですけど、はい、とおかしいと言ってる人がなんかおかしいなという印象が、これ普通ね、これ聞いてるだけだとちょっとわからないかもしれません。さっと読むと、はい、あ、森本さんちょっとおかしいなこと言ってるなと思う人がいると思うんですよ。はい、これはね、森山さんとしてこれ非常に、いやいや、だって全然弁明の機会が与えられてないわけですよ。はい、そもそも、農業対策に関しても先ほどと同じようにですね、はい、それこそ、民主党政権下でですね、小沢さんの、この声掛けによって大きく削られた項目っていうのがいっぱいあってですね、それを増やさないと日本の食料のために、農のためには足らないんだという議論はずっとのあるわけですよ。したがって増額していくということに関しては、正義というか、はい、国民のために必要だという論理っていうのはずっと存在してるのに、そんなものがあるという感じは全く受けないですよね。はい、そういう意味でもなんか悪質な印象操作だなと感じますね。はあはあ、その他にもやっぱりそういうものっていうのはあるんですか？いやそうなんですよね。で、これは農業に関してもちろんそうですから、TPP 以外で農業っていうのは当然進めてるわけですから。あと、さらにはですね、先月の自民党の総務会について、記事、こういうのがあるんですね。11月22日の自民の総務会、物価を 2% 上げるために異次元の金融緩和をやったけどダメだったから、財政出動をやれというのは完全に狂っている。村上元行政改革担当大臣が、大臣はですね、教育無償化など2兆円を積んだ経済政策について、こう批判したが、賛同する声はほとんど出なかった。村上氏は会議後、困惑した表情で周囲に語った。なんで歪な目で見られるんだと。いうことなんですかね。これ普通にこの内容を知らない人が読んだら、はい、なんか当たり前のことを、村上、はい、さんが元大臣が、はい、元行革大臣ですね、普通のこと言ってんのに変な目で見られた自民党ってなんかおかしなとこやねんな、はい、という印象がつくようになってるわけですよ。だけどね、これ村上さんがおっしゃったことこうなんです、はい、もう一度繰り返しますよ、はい、金融緩和をやったけどダメだったから財政出動をやれ、これ僕言ってますよ、言ってますよ、はい、もう一回言いますよ、僕言ってますよ、はい、財政出動やれというのは完全に狂っている、はい、藤井は狂っていると書いてるのと一緒ですよ。でこういうような意見を財政出動やれ、まあやれと僕はそういう言葉遣いしてるかどうかは別としてですよ、そういう意見というのは例えばケインズだとかクルーグマンとかスティグリッツだとかシムズだとか、はい、もう様々な学者がノーベル賞を取った人がもう散々言ってることが、そういうノーベル経済学賞全員が狂っていると言ってるに等しいわけですよ、ね、はい、で村上さんがこれをおっしゃったのかどうか僕ちょっとわからないんですけども、はい、少なくともひょっとするとですよ、この記者がですね、はい、そういう人たちを財政出動をこうディスるためにこういうふうに言ったことにしていると、あるいはこういうふうに言ったセリフとしてこういうセルマーニ氏が不正確だけどそう書いたということだって考えられるように気がしますよね、これはね。で、いずれにしてもですね、これはこんな、もし仮に新聞の紙面上でそういう人たちが完全に狂っていると書くと、これは大問題になるわけですけど、鍵学校に狂うことを通してですね、印象操作をしつつ、訴えられないようにしているという非常に姑息な方法ではないかというふうにも解釈できますよね。となると藤井さん、マスコミですけれどもね、はいはい、これ藤井さんはこれどういうことを望みますか？これはですね、マスコミというのは当然意見があっても、はい、いいと思うんですけれども、はい、意見を言うときにはその根拠を述べていただきたい、はい、ここの僕は奇弁というものは、ある意見を表明しつつその根拠を言わないという構造にあるのが奇弁なんですよ、はい、でところがある意見を言って僕はこれこれこういう事実に基づいてこう言ってると言ったらそれは同じ意見であっても奇弁にならないんです、はい、ですから新聞である以上は奇弁は言うな、はあはあ、それを僕は望みたいですね。そうか、新聞だったら奇弁は言っちゃいけないのか。そうですからね、やっぱりこういう主張を僕はされてもいいと思うんです、はい、狂ってるとも言ってもいい、でもなぜそう思うのかという根拠を言っていただくことが僕は必須だと思いますね、はい、今朝のコメンテーターは藤井聡さんでした。はい、エンディングです。 JA 埼玉中央の美味しい川越藩のオクラ米新米5キロプレゼント、当選したお二人発表です。二児の主婦さん、主婦の夫は夫という字ですね、当たりました、おめでとうございます。柏にお住まいのもう一方は初太郎の親父さんからいただきました、おめでとうございます。あ、いただいたというか当たりましたからね、美味しいお米召し上がってください。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授、内閣官房参与、藤井聡さんです。読売新聞にこういう記事があります。年末年始に向けたアルバイトの争奪
生、飲食、流通業界で過熱していると。東京都内の人材サービス会社によると、飲食店、スーパー、トラックドライバーの足元の平均、時給は1100円から1200円前後、そして東京都のですね、全職種平均の1097円を上回っている。ヤマト運輸、一部地域で夜間のパートドライバーは破格の時給2000円で募集したと。あと居酒屋天狗酒場をですね、展開する、会社もですね、正月の三が日は1100円の平均時給に200円から300円上乗せするということなんですね。まあ一方では人件費の高騰が目立つ外食、あとサービスではですね、値上げの動きも広がっているということなんですが、まあこの人件費が上がるというのは、はい、働く側からしてみればね、これもちろんいいことですよね。でもちろん消費者にとっては負担増となるということではあるんですけど、今もまさにおっしゃったように、人件費が上がるということ、それ自身はいいことであって、かつ、物価が上がるということは、これ、デフレ脱却の方向にあるわけですから、このニュースはマクロ経済的に言って、極めていい方向のニュースだというふうに言えると思いますよね。で、そもそも例えば、ヤマト運輸とかはですね、もう大きな利益を大企業として得ているわけですから、先ほどのトランプの話で申し上げましたけど、それをちゃんと労働者に還元していく、利益というものを労働者に還元していくということは、これはもう経済が良くなっていく上での必須条件だというのが1点、でさらに値段が上がっていくということもですね、労働者の賃金を上げる圧力をもたらすので、値段が上がっていくこと、それ自身もですね、実はいいことなんですよね。ですからこういう話をいい話だなと捉えてもらいたいというのが僕のまず主張ですし、で実はもうこれでも足らんのじゃないかと、年末年始だけじゃなくて普段からこういうことせなあかんやないかという方向に拡張していけばですね、議論が拡張して、流れが拡張していけば、それこそ本当にデフレ脱却になっていくわけですから、こういったものっていうのは実はいいことなんだなということを、多くの方にも理解してもらいたいと思いますね。まあ、ただでもこの数十年というかね、20年なら20年でどうしても給料が上がらない、むしろ実は怒っちゃってる、で物価が上がるとなると、まあ、買い控えに、ね、なってってしまうわけですから、まあ、そこは賃金をちゃんと上げなきゃいけないということなんですね。賃上げ以上、賃上げの方が物価上昇よりも早く賃上げをしていく必要があるというふうに思いますね。はい、もう一つは日銀の話題なんですけれども、2017年の7月から9月期の資金循環統計というのを発表しました。個人が持つ金融資産残高、9月の末の時点で 4.7% 増えて1845兆、過去最高ですね。株価上昇で、保有する株式とか投資信託の時価評価額が増えたためなんですが、その一方で現金預金の残高も増えてるんですね。まあ、金融機関、この預金を新しい商品とかサービスに持ってきたい考えなんですけども、金融機関、個人の資産運用を後押ししていますが、貯蓄から投資へこの流れは弱いと思いますね。これは根強い預金への志向と捉えるわけですかね。先ほどのアルバイトの賃金が上がってきているというのは、これいいニュースだと、グッドニュースだと申し上げましたけど、この話というのもその正反対で非常に悪いニュース、暗いニュースだなと思いますね。で、これ要するに貯金が増えていくってことは、儲かったお金をどん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 使わないで貯金していくということですから、景気が悪くなっているということを直接意味しているんですよ。ですから、こう、貯金がどん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 増えていくということは、デフレが加速しているということイコール、ですから、これを聞いたときに、あ、経済って悪くなってるな、これはあかんよな、というふうに思っていただくようなリテラシーを、皆さんに持っていただきたいですね。となると、まあ、その賃金が上がることは、良くなる気だし、でもこうやって貯蓄が増えちゃうってことは、あれ、だから人はもういいと思ってるのか悪いと思ってるのか、 それが今混濁してる状況なんですね。混濁してるんですよね。ですから、マクロ経済っていうのはちょっと手で触って見にくい、家計っていうのは分かるんですけど、こうマクロ経済のこと分かりにくいんですけど、しかしながらそういうことを分かって上で世論を形成していかないと、適正な民主主義なんて運用できないわけですから、その適正な民主主義を形成していくためにこういう公共の電波というものが存在しているわけですから、まあ、そういう機会私もいただいてますから、公共政策をやっている大学の人間としてそういうちゃんとした正しい知識を伝えていきたいと思うし、皆さんもぜひ勉強してもらいたいなと思いますね。今朝のコメンテーターは藤井聡さん。